エレミアの預言。その日、主の言葉が私に望んだ。あなたは腰に帯を締め、立て彼らに語れ。私が命じることをすべて、彼らの前におののくな。私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。私は今日、あなたをこの国全土に向けて、健康な町とし、鉄の柱、聖堂の城壁として、ユダの王や、その高官たち、その祭司や国の民に立ち向かわせる。彼らは、あなたに戦いを挑むが、勝つことはできない。私があなたと共にいて救い出すと主は言われた。神の御言葉、神に感謝。神の正しさのために迫害される人は幸い。天の国はその人のもの。アレルヤ、アレルヤ。マルコによる福音。その時、ヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってユハネを捕らえさせ、牢につないでいた。
ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたが、できないでいた。なぜなら、ヘロデが、ヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ、保護し、またその教えを聞いて、非常に当惑しながらも、なお、喜んで耳を傾けていたからである。ところが、良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに、高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい。お前にやろうと言い、さらに、お前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に、何を願いましょうかと言うと、母親は、洗礼者ヨハネの首をと言った。早速、少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を棒に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前、少女の願いを知るすけたくなかった。そこで王は衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、棒に乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞き、やってきて、遺体を引き取り、墓に納めた。主の御言葉、キリストに賛美。